はい、皆さんこんにちは。トーラムの続きをやっていきます。で、またですね、僕いろいろ変わっておりまして、今頭にですね羽飾りがついてると思うんですけれども、これをですね、ゲットしました。羽飾りですね、これがね、なんかなんだっけ、ビークでしたっけ、なんかこのクエストの、今これ達成しちゃったんですけども、滅びの寺院のビークを討伐しているときになんか落として、鳥が落とすらしいですね。これをなんかつけると、なんて言うんですか、なんて言うんですか、インディアン的というか、なんかそんな感じになれますね。で、もう一つ僕ちょっと皆様にお伝えしたいことが、お伝えしたいっていうか、へーって思ったのをちょっと皆様にどうしても伝えたくて、まずですよ、このイロジオン今つけてるじゃないですか、背中に。これね、僕全然分かってなかったんですけども、今ナックルを装備してるんですけど、これちょっと一回外して、イロジオンも外しますよね。これ外す、解除で、メイン装備にできるんですよ。これ僕前これねつけた時、そのナックルつけたまんまイロジオンつけれるとこどこかなって見て、あ、このサブのとこかと思ったから、なんか全然その武器だとは思ってなくて、ただコメントを見返したら、その前のですよ、前の動画のコメントを見返したら、武器なんです、武器でも使えますよみたいなこと書いてもらっていて、へーと思ってですね、これどんな感じか試したわけですよ。ちょっと見ててください皆さん、結構驚愕なんですけども、いきますね。すごくないこれ。宙にふわふわ浮きつつ、なんかね、何かしらの攻撃を仕掛けてるんですよ。まあ一撃一撃はそんな強くないんですけれども、この攻撃方法がね、やばい、なんというか非常に中二心というか、なんて言いますか、そういう心をね刺激される攻撃方法、そしてこの移動シーンのこのふわふわ感、やばいですねこれ。なのでちょっとの間これで戦わせてください皆さんもね、イロジオン手に入れたら絶対これやった方がいいって、かっこいいもん、なんかほらすごくないですか。で、もう一つですね、僕コメントで教えていただいたんですけども、このこいつですね、こいつ、あ、何、すいません、ちょっと移動しちゃいました、戻ります。はい、戻ってきました。で、前回ですね、このこいつがなんか勝手にオートで攻撃してきてて怖いみたいな話をしたじゃないですか。なんかね、そういう敵が何体かいるらしいですね。で、そういう敵が全て自動で襲ってくるかっていうと、そういうわけではなくて、その敵キャラよりも自分のレベルが低いとなんか襲われたりするらしいです。全てのキャラじゃなくて特定のキャラだけみたいなんですけども、で、ここだとそのビークとか、なんかこいつもそうらしいんですね、この石像みたいなやつも。だから前回21だったので勝手に襲われてたそうです。そういうのあるので、ちょっと知らなかった方ぜひですね、これどうやって解除するんだっけ、こうでいいのかな、はい。なので、もしね、ご存知なかった方、ちょっと勉強になったというか、なんかすごいひどい言い方ですけども、ぜひね、覚えておいてください。で、僕もね、それを聞いてレベルを22に上げてきたので、こいつはね、もうこちらが攻撃しない限り、攻撃してきません。はい。というわけで、この最強イロジオンを装備した状態で進めていきましょう。いくぞ。どこだっけ？で、これすごい迷いやすいんですよね。でも、右下のね、マップを見つつ行けばいけます。ね、多分、まあ、それ見ててもいけない時あるんですけども、なんか高さが違うとかで、クエストね、これも僕の方で買ってきましたので、アローヌさんに報告したらね進むと思います。行きましょう、行くぞ。で、なんかね、これを装備した時はね、スキルのショートカットが全部オフになるんですよね。また鉄鋼をつけると、僕が設定したあれが戻ってきますけども、行きます。先ほど助けていただいた際に拝見した以上の腕前をお持ちなのですね。もしや名のある勇者様の生まれ変わりでは。ご謙遜なさる必要はありません。それでは魔石のある部屋へご案内いたします。どうぞ。お、もう案内してもらえるらしい、行こう。お、あ、そしてクエスト報酬、おお、すごいもらった。さっき僕すごいお昼ご飯食べてきたので、ちょっとウェップってなっちゃいました、すいません。味噌ラーメン、麺少なめと餃子2人前と半チャーハンを食べてきましたね。で、これ進めましょうか。今日はね、このイロジオンほんとかっこいいんだよな。あ、レベルアップした。
なんか次戦闘が発生するとしてもちょっとイルジオンで行きたいけど、ここのボスも強いから高橋さん結構辛いですよってコメントでいただきましたね。死にはしないだろうけど多分リバイタすっげー消費すると思いますって言われちゃいました。まあちょっとその前にステータスを上げていこうね。でこれね、まあ、鉄鋼の鉄鋼元で行ってますから、まあ、あ、やばい、魔道具についてここ変わるんだ、装備するの変えると。でも今からこれ上げてもあれになっちゃうだけなので、もうこのキャラは鉄鋼で上げていきますけども、別のキャラ魔道具にする？魔道具で攻撃したいがために2体目のキャラ弓じゃなくて魔道具にするか。陰刀を上げると、あ、これ魔法攻撃なんだ、魔道具だからそうか。あ、AGI を上げることでも通常攻撃の威力が増加するだって、マジか。え、いけなくないの、もしかして。え、なんかそういうこと言われると心が揺らいできちゃうわ私あー、これやばい、ボス戦だこれ、絶対そうでしょ。あ、違う、違う、いや来るだろ、なんか、あ、これがそれなんですか、魔石なの。お、そんなやすやすといけんのか。大変動直後、この地には人々を苦しめていた巨大な怪物がいたそうです。一人の勇者が十二柱の神々の主人様から賜ったですか、最初の魔石プルミエルジェムの力でその怪物を地下に封じ、封印が解けぬようこの寺院が建てられたと言われています。はい、ふん、来たでしょ、ほら、あ、何、なんか穏やかじゃないっすね。え、あれ、我らレジストル派の隠密兵士部隊、私は隊長のシピウォンと申す。敵ではなさそうですね。プルミエルジェムを借り受けたく参上つかまつった。レジストル派の方がなぜ、いや穏やかじゃないか、やっぱり。我らレジストル派は魔法を駆使して世界を脅かす、脅かす異変や得体の知れない侵入者に対抗しようとするもの。今人々を苦しめている竜を撃退すべく新たな力を持つホーリージェム開発が急務となっており、そのために現存するプルミエルジェムの至急の解析が必要となっておりまする。何卒ご協力を賜りたく。なんかこいつら、あ、承諾できるはずがありません。あのプルミエルジェムは象の手の上から動かしてはならないのです。なぜなら、いつもまどろっこしいんだよ、無能隊長。俺が無能隊長、俺が、え、無能隊長ってどっち、え、こいつなの。まあいいや、短気だな。あー、よくないねこういうの。あ、あれはわざとらしいあー、あ、いけない、竜が封印を待って、なんか軽くラスボスみたいなやつ出てきた。え、マジか、これミノタウロスですよね。僕これなんだっけ、前あの出させてもらったニコ生の時にこいつ見た気がするこいつと戦うのはあ、あ、読んでなかった。リュウはプルミエルジェムが封印の上から外れ、自分の力で封印を解くことができるようになる機会を伺っていたのです。あー、超強えじゃん、なんか。あ、拾ったぞ、それを使ってください。主人様のご加護があらんことを。待て、今私はイロジオンしか装備していないんだぞ。おっと、あ、ミノタウロスの動きを鈍くする、これなら倒せるかもしれない。本当か、まだ始まんないか。あの準備期間あるよね、確か。準備期間っていうか。ない。問答無用で戦わせられる。HP 18000。あー、なんか今ちょー、あ、パーティー、あ、なるほど。なるほどね。待って、そうしたら今ショートカットにあれ入れてないからリストから出さないと使えねえぞあれ。待て待て。
でもこれ結構ね、この魔道具すごい便利で、遠距離、中距離ぐらいの攻撃できるんですよ。あ、よかった、よし。だからこの範囲外からずっと攻撃できるんじゃないか。まあ、ただダメージこれだからすっげー時間かかりますけど、11とか10 たまになんかこの何でしたっけ、クリティカルみたいなんで50なんかとか出るんですけども、これじゃ倒せないぞ。で多分これスマッシュとかするの近づかなきゃダメだよね、こうやって。あで V 破壊出たから一応知っときますけども、これ僕は死なないけどアローヌさんが死んじゃうな。死なないのかな。このイロジオンで攻撃してる限り僕は、あっていうかそもそも鉄鋼を装備したとしてもアローヌさんが全ての攻撃を引き受けてくれるのか。これあれも持ってる僕、これソニックウェーブ、おお、なかなかの攻撃力じゃないか。あで V 破壊出てたこれでいこう、今日はこれでいくぞ。で今イロジオンを装備したことによって MP も上がってるから、あれあアルホヌさんが死んじゃったんだ、マジか、まずい、一人でやつを倒さなければいけなくなった。で遠距離からソニックウェーブを打ってくが、あでももうちょっとだな、もうちょっと、あ待って攻撃して、あばい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 、やばい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 、あやばい、足が遅くなってる、鈍足か食らってんな。で MP 溜まったらこれをどんどん使って、あアローヌさん復活した、アローヌさん強いさすがっす。で僕は MP いっぱい持ってるからどんどん使おう、これくるー転倒させられた。で MP、 あそうかこれ鉄鋼じゃないから殴ってても MP 回復しないのか、もしかして。あちょっとはするか、鉄鋼だと早いっていうあれかな。待ってやばい、ソニックウェーブ、よし、あて、いや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 、よし、V 破壊した。待って、アローヌさん、攻撃を引きつけて頼むわ。私は遠くから、イロジオンで。ほら。で、どんどん使って、おう、ソニックウェーブ、よし。なんか、負けはしなさそうですね、確かに。待って、アローヌさん狙えよ、お前。空気読め。よーし、340入った。で MP を回復させないといけないんだけど、確かに MP の回復は鉄鋼の方が早いな、多分。鉄鋼のっていうか攻撃してるからか。やばい、あれ外れちゃった、やばい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 、 MP 溜まった、よーし MP 溜まったな。そしたらソニックブーム、ソニックブームじゃない、ソニックウェーブ、いいっすねいいっすね、地味に減らしてるよ。これやっぱ遠距離攻撃ができるって楽しいねまあポカポカ殴りに行くのも僕は好きなんですけど、ここでまたソニックウェーブだ、ドン、よーし、すげえ時間かかる、やばい、あれは避けた、よし。イロジオンすごい遠くから当たりますね、当たってるんだよねこれ、ダメージ表示出てるから。痛い、リバイター、まあ、減ってるけどそこまで使ってないね。よし、そろそろソニックウェーブでとどめをさ、とどめは、ま、全然まだか、痛い、やめて、パンティーが、パンティーが、そろそろおパンティーも変えたい。しかしミノタウルスってこんな手足あったっけ。あ僕が想像してるのはミノケンタウロスか、あれちょっと違う方だ。で、あやばい、これ直線上きます。で殴ってって、もう溜まったからソニックウェーブ使おうか、遠いよちょっと、ソニック、あ間違えた、ソニックウェーブ、ナイス、転倒させて、その隙にアローヌさんが速攻を決めてほしい。でアローヌさん分かってるんだろうな、とどめは私のソニックウェーブだぞ、頼むぞ、とどめは僕のソニックウェーブだからな、そこんとこよろしくね。最後に強い攻撃繰り出しちゃダメよ、なんかやばい、アロンさん燃えてる、あれなんか炎症してんじゃないの、やばい、ソニックウェーブ打たないとアロンさんがとどめを刺しちゃうかもしれない。あと一発打てますね、痛い、ちょっともうちょっとだな、結構かなりミリ系になってきたら、あリバイタ打とう、転倒した、あちょっと早いかな、
あ、全然早い。あ、っていうかアボイドされた。クソ、 MP がもったいねえ。よし、ここで行こう。ドン。あれ97、なんでそんな弱かったっけ。もう一回行こう。ストライクウェーブ105。あれ、全然まだだな、全然まだだな、もっとミリだな。何分戦ってんだ今。あ、勝った。イエーイ、アローヌさん、イエーイ。ちょっとやべえ、イロジオンで行きたい、イロジオンで行きたい。この先マセキをプレミエルジェムをゾウに戻すのです。はい、戻しました。あ、そしたらこいつが、は、封印されたのか。倒したけども、ミノタウルスが封印された。てんてんてん、お前のせいだっつの。ご覧になったでしょ、プレミエルジェムはミノタウルスの封印になっているのです。それゆえに移動させることができない。分かってくださいますか。むー、こういう事情があったとは承知した。研究する者たちにここまで出向いてもらい、プルミエルジェムを犯さぬよう解析するなど研究の方法を協議せねばなるまい。もっと謝ってください。お前反省しろよ。お前、おい、何この意味ありげなやつ。なんかあいつと、あいつなんか裏切ってそうじゃない。悪い方たちではなかったようですね。それにしてもあなたが手にした途端プレミエルジェムが輝き出したのは一体。私もこういう現象を今まで見たことがありません。あなたは本当に勇者様の生まれ変わりなのでは。間違いないと思いますよ。ふふふ。だって、そうですか、ピーノ様にご報告を。それではよろしくお伝えください。またいらしてくださいね。はいよ、ピーノに、ピーノさん、ピーノじゃない、ピーノ様に報告してきます。もう少し人員を探索でいきましょうか。はい、これで経験値を結構もらえましたね。ここ行ってたらレベル上がりそうだな。はい、というわけで、なんだっけ、ミノタウルスと、突然バトルになって戦ってみました。確かに強かったですね。ただあのコメントもいただいていた通り、時間と、リバイターをかなり使うだけで負けはしないって言われていましたね。確かにその通り、かなり時間かかりました。しかも今鉄鋼じゃなくてイロジオンで行ったからね。でもこれな、皆さんどうしましょう。まあ、今日はここで終わりなんですけれども、イロジオンかっこよくないですかね。鉄鋼で始めてポカポカやりたいみたいなこと言ってたんですけど、まあ、確かにね、ポカポカしてきたじゃないですか、僕ここまで。イロジオンかっけえな。だって浮くんですよ、これ、ふわふわ。やつをこう、普通に歩いてるときは普通なんですよね。で、なんか戦闘が始まると、ふおーって浮いて攻撃していくんですよ。これちょっとやばいっすね。なので、まあ、ないとは思うんですけども、ちょっとぜひね、皆様のアドバイスというか助言をいただきたく、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、こちらのですね、トーラムの動画、いつも見てくださってありがとうございます。コメント欄で普通にですね、私コミュニケーション取っておりますので、ぜひ何かですねありましたら、この動画のコメント欄にいろいろお書きください。トーラムのことをお話ししたいんですけども、別にトーラムじゃなくても構いませんので、何かありましたらぜひどうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今回はここまでとなります。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンより、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、ぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。